はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ついにやってまいりました、ビルシェンハイトのユニオンバースでガチャのお時間です。いや、ほんとね、めちゃくちゃ頑張ったよ私、残業もうね、今日ビル様がもうお迎え絶対するんやって強い意志を持って今日お仕事してきました。あと、ちょっとびっくりしたんですけれども、ツイッターをねフォローしていただいている方、うわーすごいフォローしていただいている方は知ってるんですけれども、私前日にですねスマホ壊れましたまあね、今日なんとかスマホ復旧したので良かったんですけれどもね、ほんと良かった。もうこれで満を持してこの麗しきビル様をお迎えすることができます。まずは単発のキーがめちゃくちゃあるので、もう23本もありますので、とりあえず20、わー闇加賀っぽいねこれは羽1枚でした、うん、まあ単発ですからね、しょうがないしょうがない闇加賀でしたはい、20本分とりあえず単発のキーを回していこうかなと思います。はい、誰かな最初は、あ、これはイグニ、あー、イデアシでした。はい、こんな感じで、単発のキーはサクサクと進めていこうかなと思います。なんて言ったって20本あるからね。早くも6連目が終わりまして、次で、7連目の単発キーとなっておりますもう全然さ、もう羽1枚&闇加賀がさ続くんだよね。まあね、単発だから仕方ないけれどもさ、しかもねビル様も全然来ないし、もうほんとここら辺でさ来てくれよ、来てくれよ、あとジャミルバイパーくんも来てくれよ。はい、そんなこんなで7連目が、リリア・バン・ルーズちゃんで、待って待って、ルーズちゃんって言っちゃった、ルージュちゃんでしたちょっとリリちゃまをフルネームで言ったこと、もしかして今初めてだったかもしれない、ごめん噛んじゃって、闇の鏡に導かれし者、この初めて記念日にめちゃくちゃ噛んじゃってごめんやで言い慣れてないもんだからジャミルバイパーくんはね言い慣れてる。いや、ちょっと待って待って、スカラビアじゃないかな、いや、ジャミルバイパーくん、ジャミルバイパーくんジャミルバイパーくんはめちゃくちゃスラスラ言えるんだよはい、早くも、8連目ですか。で、ジャミルバイパーくんが来てくれました。いやー早いね今回は、ありがとうきっとね残業頑張った私へのご褒美で来てくれたんじゃないかなって思いますさすがさすがジャミルバイパーくんやで。あ、はい、次は、リアソですね。リアソなんか多いな、マレ様はい、今回マスターシェフすごく頑張っているマレウスドラコニアくんですいや、ほんとマスターシェフね、なんとか1500枚貯めることができまして、そろそろ私満を持してマレウスドラコニアくんをマスター SR メダルですかで、交換しに行ってこようかなと思います、このガチャが終わったらねもうめちゃくちゃ楽しみです、マレ様のグルービー、そしてパソストも。はい、記念すべき10連目はジェイドリーチの運動着がいらしていただきました。はい、節目節目もう10連いくぞーいもうここいらでちょっと変化が欲しい、羽1枚と闇
羽一枚です。もう闇加賀と羽一枚からの脱却をしたい。闇の鏡に導かれしもの。もうそううまいことはいかんのですよ。はい、15連目が早くも終了いたしました。さすがにね、あの羽一枚、とか、いや、あの、ね、闇加賀、そして R が続くと僕ブチギレそうです。汝の魂の形を見せよ。あ、でもちょっと待って、やっと汝来たね。長い旅路でした。もうちょっと、もう SR でも嬉しい、このわー、ジェイドリーチ、腰のくびれがすごくジェイドリーチ。あー嬉しい、 R からの脱却嬉しい。久々だね。なんかここでもう流れが来てる気がする。もうここからもガンガンと、もうなんなら単発でもしかして SSR ビル様来るかもしれない。闇の鏡に導かれし。あー、そうやってすーぐ闇鏡にしちゃうんだから、もう闇の鏡さんは、もうそれが闇の鏡たるゆえが闇の鏡さん。あー、闇の鏡さん、リュウくん。リュウくん、さっきも来てくれたけど、もうリュウくんかわいいんだから、もうそれ、もう準備運動してるの、リュウくんはもう。ど忘れしたよ。今何連目？おー、羽2枚だ。うわー、もうなんかもう何連目とかどうでもいい。来るんじゃね、もしかして。やーだ、ビル様、闇の鏡さん。あ、ほら、見て、ちょっと、ついに来てしまうのか、ビルシェンハイト、あのポニーテビルシェンハイトが来てしまうのかしら。来なかった。イグニか、どっちかな。あ、オルトくん。オルトくん、嬉しいけどオルトくん違う、ビル様がいい。そろそろビル様が欲しい。いや、でもこれはほら見て、確実に流れが来てるよね。ちょっと闇の鏡さん、うわー、そのほうれい線を伸ばしてあげるから、どうかお願いします。伸ばしてあげるから、若返らせてあげるから、お願いします。あー、来なかった。あー、サバナですか、誰かな、ラギー君かな。うわー、落ちた。その右手どうなってるの、ちょっとチュンってつまんでるの、めっちゃ可愛いんですけどね。おじたん、ね、その薬草なんて名前なの、おじたん、その親指と人差し指でチュンって持ってるの、すごく可愛いよ、おじたん。いや、すいません、ちょっとレオナキングスカラーに興奮してしまいまして。興奮してたら闇加賀に戻っちまいました。え、ていうか本当に今何連目、ちょっと興奮して。あ、ディアソです。誰かな、シルバー。ちょっとちゃんと見よう、今何連目かちゃんと見よう。もうそうしないと本当に、ああ20連目でした。ぴったり終わっちゃった。はい、単発の方が、終了いたしましたところで、早速10連キーの方も5つありますので、使っていこうかなと思います。よっしゃよっしゃ、羽2枚流れ来てる、よしよし、あとはいざ導かんを聞ければいいんですが。ちょっと望み薄かな。でもね、あの、私、あの、ビルシェンハイト先輩のあの、そのユニオンの通知の時に、できれば50連以内に来てほしい、そのラギタンのね、あのユニオンバースデーも控えておりますので、どうか。ビル様は絶対そういうのちゃんとあの空気読んで来てくれると信じておりますよ。言うてもあのユニオンに関しては、おお、来るか来なかった。ユニオンに関してはまだシルバー。
まだ勝ってると言っても過言で、おーっとっとっと危ない危ないケイ君、いやーケイ君久しぶり久しぶりいや式典服は結構久々に来ましたね。ケイ君ちょっとなーに、あの企んでる顔めーちゃいいですね。いやーちょっと SR が多いので、これは本当に流れ、やらちょっと待って、もしかしてビール様が来る、ビール様あれこれ初ビール様だよね確か。あーあーどうも初めまして初めましていや、やっと来てくれましたねビール様。あどうもおじいたんすべておじたんに持ってかれるまあね、あのビルさん、おっとっとっとちょっと待って SR 多くない、やだジェイドリーチしかもジェイドリーチが多いです、ジェイドリーチジェイドリーチが多いです。ちょっと待って、私さ、あのいつもだから滑舌てか、いつもよりもあの滑舌やばい、もしかしてこれ本当にあの残業の疲れが残ってるのかもしれない。いやガチャとね全然関係ないんですけれども、私の地域、宮城県の方、本日、桜咲きました開花いたしましたということで桜咲けこのビルガチャにも桜咲けという思いで、もう早めに桜咲いてほしいね、ビル様咲かせてお願い。形を見せよ。ああ何時ですか、まあ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 可能性は捨ててないですよ私はねお願いしますあるだ、誰かな、あーサバナだもしかしておじジャックあれジャックはそんな、あれ初めてかな、あなんか偏りが今回、おっと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 ハーツでした、偏りが今回はちょっとケイ君、ほらケイ君も結構来てる、やだちょっとバイバイしてるんだけれども、いやバイバイしちゃやだ。いや本当にね、下旬ってあのフェアリー柄あるじゃないですか。で私ねまだあのもちろんね、柄おじたんは持ってるんですけれども、まだ私希望捨ててません。もしかしてあのマーメイベケーくんマーメイベとかゴズマリみたいに、もしかして柄も新規の SSR ぶっぱなしてくるんじゃないかなって、ケーくんちょっと連続でケーくんがいらしていただきました来るんじゃないかなって私はねちょっと期待してるんですけれども、皆様どう思いますね、ガラもね新イベ始まったら どうしますねぶん回しちゃうよ本当にということで、そのね可能性も捨てきれないので、なるべく意思は取っときたいなって思ってるんです私は。ということで今回のねガチャのねもうほんと結果次第ですよ、まあ、なくなったら課金するんだけれどもね。いやほんとね、すぐピッてねピッてするだけでね、石が増えるの本当にねどうにかしてほしい俺の人差し指が止まらねえんだよまあね、まだ自制してますから、今月はね先月もちゃんと私我慢できる子になってましたから、ということでその終わっちゃったあー40連目が終わっちゃいました、次で、ね、うわー折り返し地点、50連目に差し掛かってます。よし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 、羽に舞いだ、よし次は鏡お前の出番だよ、お願い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 やよし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 やったやったやったやりました、よかったよかったよかった、なんとか予定通りの50例以内でイーザーが聞けました、よし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 、はあ、はあ、嬉しい仕事頑張ってきてよかった今日本当によかった、もうこれでもう100で天井したらどうしようかと思いましたわ本当にもう
あのスマホ叩き割るとこだった治ったばっかりなのにあービル様、あーいつ来てくれるのねーねー、ポニテのバージョンでいつ来てくれるのねー本当に待ってる、イデヤシーイデヤシー、今回も俺勝ったよー、よくよかった、ほーどっくるか、なんかドキドキするドキドキするよ、このサバナクローだ、あジャックお胸マジでジャックの実験機お胸が見えるんだよなあちょっと待って、そろそろじゃないねねねね、そろそろじゃないのねえねえ、シルバーそろそろだよねどうしよう、心の準備まだできてないよねえ、どうしようどうしよう、来るか、うわハラハラするねうわディアス祭りだ、いやーマレ様もよく来ましたね、なねな何マレ来たね、何マレ来たのね、ねうわうわそろそろだ、うわ来た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 、よし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 、はあ、という気が。階段を上がるように見せる。期待してなさい。もう期待しかしないよ。うわあ、ビル様うるわしい。セリフ聞こう。ひ知ってる。知ってるよ。豆イベも頑張ってたもんね。のそういうとこめっちゃ好きです、あーそっかまだガチャ終わってなかったもうビル様はジェイドリーチもうビル様お迎えしたらもうあのガチャ終わりかと思ったら、まあ、ウィニングランあはい終わりました、やったいやはやもう本当にビル様本当に好きです、そういうとこちゃんと来てくれるのね、本当に50連でなんとか来てくれました、早速感謝の意を込めてレベ上げしてあげよ、あさすがに密ないか、密なないなレベ間にはできないな、あでもなんか奇跡的にはエクセレントとかになっていい感じにまでなってほしい、お願いします、誕生日だろう誕生日なんだろうお前がグッドでした、この調子でいくわよいや大概グッドなんよな、ほんとなんかバフがかかってるとはいえ絶対なんかそんなグレートとかエクセレントになんない、あーよかったよかったおやつの方はちゃんとはいレベマにできましたよかった、あんたこれで早速パソストの方も見れます許してあげるありがたい、ほんともうどんなねえグルービーになってしまうのか、ほんとにもうトレイパイセンこんな顔ねえ顔面国宝にパイ投げれるんか、まあ、パーソナルストーリーの動画に関しては次回にちょっと持ち越させていただきますので今回はとりあえず大勝利で動画の方を終えたいと思います、本当によかった、はい、というわけで今回の動画はここまでです、ご視聴ありがとうございました、バイバーイ。